せーの、オーバークールメン、ポー。はい、オーバークールメン、3万人達成しました。イエーイ。マジっすか。マジっす。ちょっとチャンネル登録何人？29,919。いつまで？ちょっと編集のことも考えたら、うん、まあ達成するでしょと。学べ。今回は、まあ3万人達成ありがとうということで、はい。オーバークールメン初質問コーナー！イェーイ！ 3万人達成の質問コーナー？そうです。ってことで、インスタとツイッターで質問募集しました。で、その質問に僕らが答えていこうと。いきます。アンチコメントについてっていう動画を出したんですけども、8分前に。で、それになんか質問来てました。はい。水平線が光る朝に、あなたの希望が崩れ。最近見始めたんですけど、皆さん何歳ですか？せーの、23歳。彼が一番年下です。おい、勝ってこいよ、ゲスト。ほんまに。実質君が下なんだよ。俺より下なんだよ。確かに、一番年上。俺一番上。確かに。年上。オバクルメン、本当に好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。オバクルメンさんにはどこで知り合ったんですか？展開？あ、人間みんな、繋がってるからね、空で。水平線が光る朝に、あなたの希望が崩れ。3人の高校を教えてください。和歌山工業高等専門学校、メカトロニクス工学専攻の田中大地です。和歌山調理専門、高等学校。僕は和歌山高校です。誰もほんま言うてない。誰もほんまどこと言うてない。僕は本当ですよ。でもほんまメトロニカルなんとかなんだ。ほんま僕嘘つけ。高校が和歌山工業高等専門学校電気情報工学科で、そっから専攻科に入ってメカトロニクス工学専攻になったからね。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんの好きな動画は何ですか？グルメスパイザー。会話不成立。かっこよく飛び込んだ。ライブが終わりました。面白い。かっこいい飛び込み選手権あったんやけどね、急に、誰か合わせてくる。なんか、脱菜選手権始まった。誰急にもう。No. そういうのやめよう。水平線が光る朝に。正規は何ですか？正規？なんかフェチでもいいやろ、じゃあ。何フェチとかあるやん。フェチでじゃあ行きますか？はい。せーの。足フェチ。匂い。あの、なんか、たまに喋ってる時に、こう、よく見るでしょ。ほんなら、あれ？この人、今からいきなり殴ったらどうなるんやろ。セコ。これ、セコない？セコいな。なんの性癖？なんでよ。そういう性癖です。怖っ。道徳5これ。道徳？恥からどうの抵抗がありますか？はい。はい、いいえ。質問じゃないんですけど。うん。じゃんまき3分間、ゴミにヌンつけて話してください。はい。最初はグー、じゃんけんポン。じゃんけんポン。はい、ちょっとヌンつけてくださいよ。ヌン。好きな女性のタイプ。まあ、キツネ顔。ヌン。タヌキ顔。タヌキ顔ってどんなんの？長浜ネル。長浜ネルヌン。うん、長浜ネルヌン。黒髪ロング。何センチヌン？175以下ヌン。ああ、以下ヌンか。以下ヌン。以下。170以上の175以下。ああ、なるほど。おお。結構高いね、女性にからしたら。スタイルいいヌンね。そうっす。いいヌンねヌン。ヌヌヌヌ。出身地。せーの、和歌山ぬん。即興一発ギャグをどうぞ。ポン。質問してきて、一発ギャグ。質問に対してブッブッブーって答える人。はい。最近バイトとか行ってますか？音もない。しんど。ちょっとヒーズはいない。教えてください。あ、それ全然わからないんだけど、ブランド。でもいつも動画でさ、あの島村の服着てるやん。あの野原しんのってそう。動画っていうか普通に島村の服着てるんじゃん。ユニコー。島村みたいな顔しやがって。おい、もう5分経った。もう3分も5分経ったよ。やばい。俺うち一番のモテ期はいつ？幼稚園。1歳3ヶ月。これ大かな。道徳棒になるためにどうすればいいですか？あとトラコが嫌いです。まず目を見開いてください。感情はとってもシンプルで豊かです。目の前にある全てを投げ払ってください。まずはね、家の中にある包丁をね、手に取ってゲームセット。わからない。好きなところは人のいないところ。漢字の人数。
ないかな。コラボしたい YouTuber はいますか、うん、上からやな。コラボしたい YouTuber かな、コラボしたい YouTuber。せーの、ヒカキン。佐々木浩二。なんて言った、カス。カスちゃん、うん。あー、可愛いよな。そう、可愛い。カスなんて、カス。カス。3番に入るんですね。ありがとうございます。おめでとうございます。それと、便座カバー。出た。それと便座カバーやろ。そうなの、そうなの、あれ。なんだっけ、アニメのシーンやと思う。みんなの誕生日は ?1 月9日。オーバークールメン4、一番誰がかっこよく言えますか、せーの、オーバークールメン4! あかんわ。おもろくて。くしゃみしてほしいです、ね、無理や。え、僕、くしゃみしたことない。嘘つけ。はい、こっしょ。久しぶりだけど。やばい。3時間後。後半へ続く。撮影中やプライベートに見かけたら声をかけさせていただいてもよろしいのですか。もちろん。いいですよ。イエイ。認知してるファン、名前残っていますか。せーの、あゆみちゃん。ダイさんは仕事辞めたんですか。辞めてません。今まで一番きつかった企画は何ですか。ワンバンマン。登録者集め。ストレス発散方法を教えてください。いや、俺ストレス溜まるよ。せーの、寝る。運動。運動。液体のあだ名教えてください。絵に描いたゴリラ。絵に描いたゴリラ、それはあだ名だった、はい、あだ名。あだ名としたら文章やけど。小学校高学年になったばっかりですかね。おーい、絵に描いたゴリラって。もうその時からゴリラみたいな筋肉してたってこと。いや、顔ですね。小学生って残酷やもんな。残酷残酷、うん、悪いと思ってないからね、うん、そういうの。はい、ということで質問コーナー終わりました。で、めっちゃ多かった質問で、オーバークルーメンの結成の話とか、うん、なんで動画投稿しようと思ったんですかとかちょっといっぱい来てたんですけども、それはね、もう5万人達成したら言わせてもらいます。ってことで、質問コーナー終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、4万人達成してもまたこういう達成しました動画出しますので、ぜひ見てください。年内5万人目指してますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。お願いします。あとインスタとツイッターもやってるん でまた質問コーナーとかやるときもインスタツイッターでやるので、ぜひフォローしてください。はい、はい、じゃあ終わります。バイバーイ。お疲れ様です。